皆さんおはようございます。ベンジマサイです。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。今日は4年生常用漢字の埼玉の埼、木、さあ木ですね、説明をしていきます。まず今日の字のポイントとしては、一つ一つのサイズがポイントになってきますね。でまず全体としては、右側の字が大きくて中心を左の方に少し超えてきますね。はい、これぐらい超えます。でまず土辺ですね。一画目の土辺が、位置関係でいくと上下巻の中央よりも少し上の方、ここが避けられるように書いていくといいですね。まず右上がりで、今書いた右上がりの4対1ぐらいでしょうかのところにこの縦線入れていきます。斜めに押さえて縦で、ここ右上がり入れていきますが、上の角度よりも少しきつくしてくださいね。この角度で、この比率は同じように右側を少しにして左側を長くですね。はい、このラインは揃えていいと思います。右ラインも左ラインも揃えちゃってくださいですかね。きつい右上がりで、続いて少し頭上がります。でここも右上がりで台を書いていきます。斜めに押さえて、最初はまっすぐ気味で、最後ぐわっとこう開いていきますね。でこちら今日は離れておりますが、これくっつけてもいいですよ。押さえて足の高さは揃えるとですかね。で台がサイズ感でいくと頭から半分に満たないぐらいですね。これが大きすぎても小さすぎてもかっこ悪いので、これぐらいのサイズで書いてくださいね。で続いて上の台よりも横幅広くふっくら右上がりを書いていきます。でこの時にここが避けられるといいですね。まあ、この中じゃなくても下でも上でもどちらでもいいですけど、上手に避けてくださいね。長く書きます。でこちら口か、次は口ですね。つぼめてで、はみ出すこと前提なのでちょっと長めに書いてみます。で上はふっくら右上がりで、右側もしっかりとつぼめてふっくら右上がりで閉じながらはみ出すと、はい、2箇所はみ出ております。で最後ここですね、くっつけて斜めに押さえてまっすぐ、ある程度足長くして長く書いてかっこよく跳ねてくださいね。はい、これも角度がかっこ悪いと上行きすぎちゃったり、いい加減に横だったりするとかっこ悪いので、かっこよく跳ねてくださいね。それでは書いてみます。この大とかの字がここが離れると少しかっこ悪いですね。はい、できるだけくっつけてください。はい、こんな感じですね。真似して書いてみてください。チャンネル登録お願いします。リクエストありましたらお願いします。それでは素敵な一日をお過ごしください。さようなら、さようなら、さようなら。